続いての登場はエリザベト音楽大学アンサンブルの皆さんによります演奏でございます。はい、では紹介コメントをご紹介させていただきます。お願いします。私たちはエリザベト音楽大学で学ぶ学生によるフルートとパーカッションのアンサンブルです。音楽を通して私が変わり世界を良くする人になるの行動標語のもと、自分を磨くために日々練習に励んでいます。今日はこのステージのために特別に編成した8人のアンサンブルです。皆さんがよくご存知の曲をお届けしますので楽しんでいただければ嬉しいです。はい、あれもフルートなんですか？すごい大きいですよね。僕らが普段思うフルートとちょっと違うぐらいの大きい金管楽器、木管楽器になるフルート、はい、なんですよね。はい、ということで、お揃いのカープの衣装で登場です。エリザベト音楽大学アンサンブルの皆さんの演奏です。よろしくお願いします。お願いします。私たちはエリザベト音楽大学の8人で編成されたアンサンブルメンバーです。先ほど演奏しました曲は皆さんご存知のそれゆけカープの有名なあの曲でした。この後は2曲用意してるんですけども、次はディズニーのいつか夢でっていう曲を演奏したいと思います。ワルツ調の素敵な優雅な感じの曲なので、先ほどの元気な感じとは違ったゆったりとした空間でお楽しみいただければと思います。それではいつか夢でです。Thank you.
深い意味ではフルートのアンサンブルの良さが伝わったんじゃないかなと思います。それでは3曲目最後になるんですが、ジブリ隣のトトロより、メドレーになっているものをお届けしようと思います。Thank you.
ました。エリザベト音楽大学でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。エリザベト音楽大学アンサンブルの皆さんの演奏でございました。いや、やっぱ楽器のサイズが大きくなるとやっぱ音は低くなるんですね、はい、そうですね、はい。